HMV&BOOKSONLINE をご覧の皆様こんばんは。バニシングです。ベースボーカルのトモキです。ドラムのコウジです。ギターのテツキです。今回5月23日に、俺たちのニューセカンドミニアルバムハートブレイカーが、自主レーベルよりリリースされることが決定しました。そう、それでまあ簡単に僕たちバニシングっていうのは、2016年に、名古屋で結成されて今年で2年になるバンドです。ファーストデビューアルバムがワイルドホースで、それを引き下げて今まで出してきました。で、今作セカンドミニアルハートブレイカーなんですけど、まあ見た目通り激しさと妖艶さを兼ね備えたすごくかっこいいアルバムになってるんで、よかったらチェックしてみてください。でね、今後ね、来月なんと、俺たちは、北欧はフィンランドに見てパンクのフェスティバル、タンペレパンクフェスティバルに、参加します。で、あとね、帰ってきてから、ハートブレイカーの発売を記念して、審査会はレッドドラゴン、僕らのホームタウンですね、ホームグラウンドで、ワンマンギグを決行します。で、これを見てなんか聞いてみたいなとか思ったら、ぜひハートブレイカー、それとね、ワイルドホースのことも聞いてもらってね、ぜひね、フィンランドでの僕らの活躍とワンマンのね、熱いステージを見に来てもらえたらすごく嬉しいと思います。フィンランドもぜひ来てもらって、うん、近いからね。ね、じゃあそんな感じで、以上バニシングでした。